たまたまかもしれん。あ、でもちょっとリンクしてる。そうやね。どうも、オカルトコレクター田中俊之です。どうも、元火葬場職員の下田花尾です。不思議な夢。不思議な夢。不思議な夢よ。夢って不思議でしょ。不思議やな。うん、なんかその撮影さ、うん、始まってから、うん、ピンマイクの電源入ってるかなって確認するのなんなん。いや、してるやん。いや、今したやんか。違う違う違う。今いましたやんか。なんかついてんな思って。え、なんか、いや、それピンマイクついてるでしょうけども、うん、まああのやっぱりその夢でね、うん、なんか、まあ、怖いのもあれば不思議なのもあれば、なんかおかしいのもあればとか、そりゃそうやろ、まあ、いろいろあんねんけど。そりゃそうやろ。いや、不思議やな言うて、なんか怖いな言うて、うん、なんやこれ言うて。そりゃそうやろ。何の夢や言うて。夢ってそんなもんやろ。あるやんか。まあその中でも、うん、おうっていう。なんやねん、おうおうってやつを何個か。何個か。はい、何個かあるんで。短編集、そうなんですよ、うん、で、これがね、どんな話だったかな。どんな話だったかな。いや、ないいや、もう階段とかさ、うん、不思議な話集めすぎてな、うん、何がないんやろ、よく分かれへんのよ。分かる。それ続いてんの？全然関係ない話。あ、もう関係ない関係ない話が、うん、まあ、いっぱいあって。でも一人の人が見てるってこと？一人の人で、その人はね、魚住絵里奈さんっていう人なんですよ、うん、と今一人で活動してるミュージシャンです。とシンガーソングライター。シンガーソングライター、この方です。ほう、すごいなんか美人な。ほうほう。ね。で、あのね、弾き語りね、今やってんねんけど、うんうん、めっちゃええから。ええー。めちゃくちゃ、なんやろな。座敷より？座敷くんも尊敬します。うん、座敷くんが僕に紹介してくれて。へ、で、それで、まあ、僕もさ、聞いてめっちゃええな、言って、うん。で、そっから、下田さんを紹介したいんですって言われて、うん、あ、いいっすよって言って、行って、うん、で、初めて会ったんですよ、うん。そういう人なんですけど、ほうほう、ちょっと怖かったのがさ、うん、最初、下駄花尾階段はなんか知ってたっぽいのよ。ほうほうほう。で、会った時に、うん、あれって言って、その人が。大住さんが。大、うん、住さんがね、うん、あれって言って、うん、え、なんすかって言って、うん、あ、いや、みたいな、うん、下駄さんですよね、みたいなことを言ってきて、うん、下駄さんですよ、みたいな、うん、だからちょっと、えって思うやん。何やろ、え、なんなんすかって、あ、いや、別にって言うから、いや、何なんすか、何なんすか、それ。で、聞いたら、うん、最初、うん、なんか髪の毛真っ赤っかの人やなって思ったって言ってた。え、髪の毛の真っ赤っかの人が来て、うん、下駄ですって言ってきたから、え、下駄さんですかって言ったらしくて、あ、髪の毛が赤いから、そう、違うんちゃうかなっていう。赤ないやん、うん、でも赤いといえばさ、ほんまやな、あの話があるやん、赤い女の話、赤い女の話があるからさ、うん、これはただもんじゃないな思って。で、その人が、まあ、うん、まあ、いろんな不思議な夢とかを見ててっていう話をしてて、まず一つ目、うん、その人、まあ、九州の方に、うん、まあ、後でどこかは分かりますけれども、まあ、九州の方に、住んでたんですよ、うん、で、ただなんかね、学校関係かなんかで博多に、うん、まあ、よう行ってたと。だいたい車でなんか2時間半とか3時間ぐらいかかるらしいんですけど、うんうん、で、そこに、まあ、たまに行って、うん、でも結局地元に戻ってんですよ。で、その博多の方には別にそんな友達もおらんしみたいな、うん、って言って、それ結局地元に戻ってっていうような生活をなんか繰り返しとったらしいんですけど、うん、ある日夢を見るんですよ、うん、なんか自分の地元な、地元、うん、でっかい鬼が、うん、ブーン、おお、潰しやん、ブーンって街をめっちゃ破壊する夢見ねて、うん、何これ、どんな鬼なんすかって聞いたら、うん、もうマジの鬼って言った。マジの鬼って何やねん。あれか、節分とかで出てくるような、節分の、もう絶対鬼っていうやつが、角生えてて、でかいやつが、だ、大魔人みたいなんじゃん、虎の、なんか虎のパンツ履いてる、何回洗っても丈夫なんよ。そんな歌あったな。なんかあったな。なんかあったな。鬼のパンツはなんとかみたいな。だけど、もうブーン言うて、街潰しまくって、で、めっちゃ怖かったんで。ちょっとリアルな意味なんや。ほんで、うん、その博多の方ね、うん、は、たまにしか行けねんけど、うん、なんかもうそっちに行きたいってなってて。あ、ちょっと怖なって。ちょっと怖い言うて。で、友達に言って、うん、で、それでなんか車で、もうガーンって行ってんて、うん、そっちの方でなんか飲んだりとかしながら遊んどったらしいんやけど、うん、そのタイミングで、うん、熊本地震。ほう。なんかビビらへん。たまたまかもしれん。あ、でもちょっとリンクしてる。そうやね。たまたまかもしれないですけど。熊本ってことよね。ええ、そうなんですよ。うん、
ていうのがまず一個、はいはいはい、もう一個はな、うん、もうこれほんま不気味、うん、なんかねちっちゃい頃から、うん、いつも見る夢があるんですよ、うんうん、でそれはその時の自分よりもさらに幼い時の、うん、お母さんに抱っこされてるっていう夢だったりとか、はい、うん、またある日は、なんか幼稚園ぐらいで制服を着せてもらってるような夢とか、うん、ある時は三輪車に乗っている夢とか、うん、でそっからもうちょっといて中学生になってなんか河原を自転車でこうバーって走ってるとか、はいはい、でなんかさらに大人になってなんか自分が街をこうなんか歩いてるみたいな夢やったりとか、うんうん、なんか知らんけど自分の夢なんやけどその過去現在すごい行くんですって、うんうん、でそういう夢をちっちゃい頃からもうめちゃくちゃ頻繁に見てたんですよ。ほうで大人になってから、うん、これ何なんやろ言うて、うんうん、気になるなと思ったらしくて、でそれで、うん、この夢を日記つけようと思ってて、あ夢日記を、ね、夢日記忘れたりもするから、そうあるじゃないですか、あるあるある、日記つけていったらなんかメッセージ性があるんちゃうか言うて、うん、とはいえねなんかその日記帳みたいなの買ってめんどくさいから、うん、あのほら今もスマホあるじゃないですか、はいはいはい、こんなスマホあるでしょ、うん、だからこれであの要は メモ帳機能ありますやん、うん、それを使って夢日記書こう言うて、うん、楽やね、そう楽じゃないですか、うん、でなんですけどその人やっぱあれやねアーティストやね、うん、なんか変わっててさ、うん、メモ帳使ったことないんで、あそうなの、その メモアプリよ、うん、珍しいな、そうなんか使うけどなあれなんか使うけどな、うん、でなんか友達になんかこれやで言われて、うん、あこれか言うて、うん、で家帰ってさスマホ見てあこれって言ってたなってパッて開いたら、うん、使ったことないねんで、うん、今何週目って書いてたって、えめっちゃ気持ち悪くない、何週目、うん、もういろんな夢も取れられるけど、うん、夢のことでそれ書こうと思って今何週目って書いてたらめっちゃ怖いね、だから同じ夢ずっと見てるから、はいはいはい、何回見てんのっていう、多分そういうことやと思うんやけど、誰なんそれ言ってんの、分からんくない、鬼じゃん、鬼マジで、うん、あこれ、うん、これが、うん、でも僕ちょっと思うんやけどな、うん、分からんで、これはちょっと本人から聞いてないけどさ、はいはい、もしかしたら例えば、うん、昔本当はお姉ちゃんがいたとかな、ああほうほう、いや分からんで、そのほら別に生まれてないけども亡くなっちゃったっていうパターンあるやんか、うん、仮にもしそうやとしたらやで、うん、普段は自分っていう認識なんやけど、たまに子供の自分を見る時があると、うん、だから実は自分と思ってるけどそれお姉ちゃんなんちゃうってちょっと僕思ってて、あ分からんで、これはもう分からんねんけど、うん、ってなったら、うん、今何週目って聞いてんのってそれお姉ちゃんっていう、それはそれでちょっと怖いんやな、それはそうやな、うん、あとは生まれ変わり、ああそうですね、なんかいくつもの生まれ変わりを夢で見てて、うんうん、今何週目生まれ変わってますか、でも誰が見て、誰が言うてる、フィクサーがおんの、なんか何なんそいつ、いや分かれへんよ、フィクサーがおんねん、なんか怖かった、まあ、あとさ、うん、自分では気づいてないけど自分が売ってるっていう感じ、あそう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 、もしかしたら自分がやってるっていう、うん、でもそれはあの別に意図的にはなくてね、うん、使ったやとしたら乗り移られてるやん、じゃあ誰やねん乗り移ったの、そうや、うん、謎やろ、うん、なんせ気持ち悪いな、なんせ気持ち悪いね、その熊本自身の夢も、あそうやね、めっちゃ気持ち悪いやろ、まあ、そういう力があるのちゃう、やなんかあるんかな、うん、だから今度あの、うん、バンドマン会談会みたいなのやってさ、うん、ウズンさんも呼んだろう思って、うん、あーいいかもね、そう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 、うん、もう一個僕怖いこと言われたで、うんうん、そこの店から出てまたちゃうとこ行ってさ、ずっとお酒飲んでベラベラ喋ってたらさ、うん、下駄さんそのピアスめっちゃ似合いますよねって言われて、うん、してへんやん、なんで、いや分かれへん、え、何、え、ピアスって言って、うん、え、そのピアスめっちゃ可愛いじゃないですかって言われて、え、え、あ、はいって言った。ややこしいしな。いや、もう怖い、うん。いや、してへんって言ったらもうこれやばいな、思って、うん。もう言わんかったけども。なんか見えてる世界はちょっとちゃうんかもな、俺らと。いや、かもしれへんでな。うん、まあまあ、その、弾き語りの方ね、めっちゃええから、ほんまに。ちょっとビビったわ。はい、ちょっとそれは皆さんもチェック、うん、皆さんもぜひねチェーゲラしていただいたらと思います、うん、はい、はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、はい。